皆さんこんにちは、水木青の青色 TV、 イエーイ、始めました。今日は見ないではい、今日は心理テストをしていこうと思います。その心理テストやねんけども、これがまたな、面白い心理テストを見つけてん。何今ので、今回の心理テストは選ぶブラジャーでわかる心理テストです。はい。で、ちなみにブラジャーで性格がわかるみたいなんですけど、ブラジャーってさ、これとこれじゃないみたいな。結構ブラジャーってさ、種類あるの知ってた？そう、あ、もう知らんくて、実際にその何個もあるんですよ。それで調べてみたので、まあ、まずはブラジャーの種類と説明をしていくので、皆さん好きなブラジャー、今つけているブラジャーでもいいので、それを覚えておいてください。じゃあ早速いきたいと思います。それではどうぞ。はい、まず一つ目のブラジャーはこちらです。ドン、ワイヤー入りブラジャー。まあ、ワイヤー入りブラジャーは、まあ、みんなも知ってると思うんやけど、この下のところね、このここの下のところにワイヤーが入っているブラジャーで、しっかりと支えてくれるブラジャーのことです。あ、私ワイヤー入り使ってますって方は、ワイヤー入りブラジャーを覚えておいてください。答え合わせは最後にします。はい、じゃあその次、2つ目はこちらです。レーサーバックブラジャー。はい、レーサーバックブラジャーって何ってすっごい思うと思うねんけど、そう、レーサーバックブラジャーっていうのは、後ろがなんかちょっとこうクロスとかちょっと支えっぽくなっているのがレーサーバックブラジャーです。これ使ってるよって方はレーサーバックブラジャー覚えておいてください。じゃあ次、スポーツブラ。はい、スポーツブラはもうみんな知ってるよね。スポブラって言ってね、運動とかするときに使ったりとか、結構フィット、もう動くのもすごい大丈夫なようなブラジャーですね。はい、じゃあ次、 T シャツブラ、カッコシームレスブラジャーと言います。はい、 T シャツブラっていうのは、あの表面がツルンとしてて、ブラジャーって結構柄とかがあって、もし T シャツとか着てしまうと、こう柄が浮いて肩が見えるのとかがあるかもしれへんねんけど、そうじゃなくて T シャツブラっていうのはこうツルンとしてるからこそ、 T シャツとか着ても全然気にならない、結構ユニクロとかで見るブラジャーかなって思います。じゃあ次、ブラレット。はい、ブラレットって何ってすごい思うと思うんですけど、ノンワイヤーの三角ブラみたいです。で、三角ブラって言って、こうちょっと三角っぽくなるブラジャーです。これ私大好きです。なので私はブラレットを選びますっていう感じで、みんなちゃんと選んでってや。最後にこれ心理テストなんでね、ブラ紹介じゃありませんので、心理テストです。次はこちらです。プッシュアップブラ。はい、プッシュアップブラっていうのは、こうお胸をこう大きくふっくら見せることやって、なんかブラジャーってさ、こう盛るとかあるやん、そういうこう持ったりするのがプッシュアップブラっていうらしい。なので私結構回ってますみたいな、こうむみたいな感じで持ってる方はプッシュアップブラです。じゃあ次、デミブラ。デミブラっていうのは、こう普通のブラジャーって全部こう覆ってるフルブラジャーっていうのかな、やねんけど、じゃなくてデミブラはちょっと半分、この上の部分、こう胸があったら半分こんな感じのカップのブラジャーのことです。なので結構露出するちょっとセクシーなブラジャーになります。次は最後になります、こちらです。ノブラはい、やっぱりね、ブラジャーの中にもノーブラが好きな人絶対おると思うんですよ。だから寝るとき大体ノーブラやねんけどって方も、それは多分ノーブラが好き、いや分からへん、まあそれは好き嫌いな、いろいろあるかもしれんので、まあノーブラの方はノーブラもあるので、そちらを選んでください。はい、ということでね、以上8点を今紹介したんですけど、みんな気になるブラジャーはありましたか？はい、私は何やったっけな、ブラレット、あのノンワイヤーの三角ブラが大好きです。じゃあ早速一つずつ心理テストの答えを紹介していきます。じゃあいきます。まずはワイヤーブラを選んだあなた、あなたは安心感を抱いている。どういうことかというと、しっかりと安心感を持っている人、冷静な人ってことかな、周りからの愛やサポートを感じられる人やって。ということは愛されている、愛情深い人ってことかな。はい、そうだと思います。どうなんやろ、合ってる合ってる合ってるって、オッケー。じゃあ次、はい、レーサーバックブラを選んだあなたはとても忙しい一日を送っている人らしいです。へえ、結構バタバタな感じ、どう、活発的だって、活動的な方みたいです。ふわー、
フェミニンだけど活動的らしい。まあでも確かにな、こういうレーサーバックブラとかやったら、まあ、動きやすいっていうか動いたりとかもな。次の方、スポーツブラ。はい、スポブラを好きな方はこうスポーティな服を着ているっていうのを、そのイメージを崩したくないみたいです。へえ。まあでも確かにさ、なんかそのスポブラみたいなのを使う時って、自分が今日はこれを使いたいって時はほんまにスポーティー、今日はスポーティーでいたいみたいな、うわあるかも。エネルギッシュな方みたいです。じゃあ次、 T シャツブラ。はい、 T シャツブラの選ぶあなたはのんびりで楽天家らしいです。楽でラフなスタイルが好きみたい。どう好き？のんびり気楽に生きるタイプみたいです。じゃあ次、次はブラレット。はい、私です。ブラレットの方は繊細で優しい性格。めっちゃいいよ、ありがとうございます。流れるようなラインのドレスやゆったりしたパンツなどエレガントなアイテムを好みますが、派手すぎませんやって。あー、でも確かにゆったりしたパンツとかはめっちゃ好き。あんまドレスとかは着いひんけど、派手ではないよな思って。なんか今日結構派手っぽい感じなんか着てるけど、インスタとか見てもらったら分かると思うけど、そんな派手ではないよな。まあ、確かに合ってる。だって繊細で優しいもん。あー、うざい、これ絶対うざい。じゃあ次、プッシュアップブラ。プッシュアップブラのあなたは自信があって明るい人やって。自分を持ってんねんて。へえ。まあ確かにな、こうだって寄せたりしてこう、私のおっぱいでかいですってことやろ。確かに自分持ってるっていうか、こうズンみたいな。実際に恐れるものは何もなく大胆で、試すのも問題ないということで、結構いいやん、この明るく大胆らしいです。次、デミブラはあなた、そのデミブラを着ているあなたは自分自身に自信があって、それが当たり前だと思ってるんで、で自分のこのありのままでいることにとても幸せを感じてるらしい。へえ。じゃあ最後です。最後はノーブラ。これどうなんかな。これの方は自由奔放、まあ、まさにそうよな、オープンザドアみたいな感じよな。とても幸せに自由な人生を生きて、さらに優しい人らしいです。たまにちょっとぶっ飛んだような格好するけど、自分の道を進んでいるだけみたいな感じです。まあ、確かにさ、こういうさ、なんやろ、ノーブラとかってさ、もう自由奔放に自分が行きたいようになんでもいいやみたいな、わーいみたいなイメージはあるよな。でも実際にね、そう言ってるんでね、自由奔放みたいです。はい、ということでね、全ての心理テストが終わりました。みんなはどうでしたか？実際にさ、なんか思ったのは、もう心理テスト自体もすごい楽しいけどさ、ブラジャーってそんなに種類あんのやっていう驚きもあるし、なんかちょっといろんなブラジャーつけてみたいなって絶対にやっぱ皆さんも思ったと思うんですけど、はい、私の中ではな、三角ブラがすごい好き。ノーブラじゃないわ。ノーブラじゃない。ノーワイヤーの。そうなんです。ノーワイヤーが好き。みんなはどんなブラが、ブリャ。みんなはどんなブラが好きですか？ぜひコメント欄に書いてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあ、またねー。